はい、じゃあそれではです、ねえー、本日の1年語学専用コースの、えー、今日は開講オリエンテーションということで、まあ、講座開講に先立ってですね、えー、1年間のまあ講座の流れであったりとか、まあ、予習・復習であったりとか、まあ、学習方針とか、まあ、そのあたりのまあ1年間のまあ流れというものを、えー、この最初のオリエンテーションの中で確認していくということになります。もともと本講座の開講自体は、ですね、えー、まあ全体構造編が3月下旬で、えー、まあ民法の本開校が4月ということになりますので、まあ、講座の本格的な開講というのはまあちょっと先なんですけれども、まあ 先取り受講という形でですね今年の講義を受けることもできますので、まあ、その時どういう形でまあ受けていくのがいいのかなとかあとは特にあの1年コースについてはあの法律の初学者の方を対象としていますので、まあ、いきなり講座を見てね、えー、とどういうふうに勉強していいのかというのが分からないまま疑心暗鬼になってもねあの大変だと思いますので、まあ、こういう感じで進めていくといいよみたいなところもちょっと見ていければなと思っておりますでまずですね、えー、と私の方からまあ1時間ぐらいかなとは思いますけれども、えー、そこのレジュメですね えとレジュメというかこの1年合格専用コースのオリエンテーションというまあ紙にこちらの方にそう言いながらえ進めていくことになりますでまずですねえこの1年コースについてはあのまあ通常の入門講座とかねえ2年コースと呼ばれるようなえまあ法律の講座のパックとは違っていてまあとにかく予備試験に特化する形になっていますですのでえまあ通常だとねあのまあ法科大学院の入試であったりとか場合によっては国家公務員の総合職とかさまざまな法律論文の試験というものをまあ、まあ まあ広くカバーするっていうのがまあ通常のコースではあるんですがこちらのコースはもう予備試験に特化する形のコースになりますのでまあ受講する方はまあ例外はほぼないとは思うんですけれども来年の2023年の予備試験での最終合格を目指す形でスタートを切っていくという形になります。その上で,ですね今年は大きくですねあの予備試験自体の制度がね今年から論文式に選択科目が導入されたりとかあとは来年からはですねあの日程がちょっとずれまして 例年今年は5月から、えー、試験が始まるんですけど、来年から2ヶ月後ろ倒しということになりまして、えー、まあ、従来だと担当が5月、えー、論文が7月という形だったんですが、まあ、2ヶ月後ろ倒しの7月9月という形で、えー、受験日程も変わりますので、まあ、そのあたりも含めてまあ、1年間の過ごし方みたいなちょっと全体像をね確認していきます。で、まずはま予備試験一番最初に勉強するっていう方向けに、まあ、予備試験自体はね、あのまあ、司法試験を受けるためのまあ いわゆる受験資格を得るための試験ですよというところはある程度あると思うんですが基本的な概要としてはまあ担当論文講述という3段階ですで。担当式試験というのはいわゆるマークシートの試験でえまあ例年は5月に行われていて今年受ける方はもう来月ですねもう5月の試験にも今追い込みかけているという状況ですけれども。 一応、憲法から始まって、まあ、全7科目ですね。えーまあ、法律科目は7科目、えー。憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法という形で、まあ、あのこれは司法試験で問われる7科目すべてですね。であとは、ちょっと、まあ、これは是非はあるんだけど、一般教養ですね。一般教養科目ということで、全部で8科目について、えーまあ、一応試験という形になっています。でこれがまあマークシートの試験で、えー、今年は5月なんですけれども、まあ、皆さんが受験する例は、えー、今年が4年になるか、 令和5年については令和5年7月に試験があるということになります。 で担当式試験というのは本当にマークシートの試験で、えーまあ、難易度としてはです、ね、そこまで難しい問題ではないとされています。でこれはまあこの後勉強しますあの説明していきますけれども、えー、過去問しっかりやってればまあ十分合格届く試験とされています、えーまあ、予備試験始まったのが平成23年ですから、まあ、皆さんが受ける時には令和4年まで過去問蓄積されているということになりますから、まあ、そうすると全部で17% 令和4年を含めると12年分の過去問があるという状況になりますかね。であとは司法試験というのも予備試験と同じように共通問題という形で担当式試験がありますから、まあ、現行司法試験平成18年に始まってますから、まあ、そちらの方も合わせると、えー、予備試験が12年かな予備試験が12年司法試験が大体15年とかになるんですかね、まあ、全部でまあ27年分、まあ、約30年弱という形でまあ過去問があって。 でその過去問全部やりきれればほぼほぼ合格できるような試験だと思ってください。で、まあ、現にですね、あの1年コース、まあ、今年が4年目ってことになりますけれども、まあ、過去にあの担当を合格している方については、ほぼほぼ担当の過去問のみです。えー、なので、過去問しっかりやりきる、まあ、言い換えればですね、まあ、これはもう、身も人もないことを言ってしまえば、あのまあ、私のこの1年コースじゃなくても、一般的な予備校のカリキュラムしっかり乗っかって、 でその上で過去問全部潰して、しっかり回,し回,回,回転数を上げていければ、まあ、十分合格できる試験ということになります。で、今年がですね、ちょっと余談ではあるんですけど、合格者の、まだわからないけど、出願者が2000人ぐらい増えてるんですよね。えー、例年1万、えー、去年が1万4000人程度だったのが、今年1万6000人とかになっていて、まあ、そうすると担当の合格がどういうふうになるのかっていうのはまだ見えないんだけれども、ただ、とはいっても合格率自体は、まあ、大体例年は20%から25%前後の試験。 えとされていますで、えー、まあ正直、得点率についてもこれは前後があるんだけれどもトータルで60%ぐらいの得点率です、えー、全部でまあ100 100、まあ、合格点という点数でいうと全部の得点のうちの60%前後取れていれば十分合格できる試験とされていてで一応、出題については一般教養というのがあるんですよ。で一般教養自体が、まあ あの世間一般でいう一般教養と違ってあの大学院の修了レベルの一般教養ってことになりますからまあ例えばまあ英語とかであればまあなんか普通に読んでてもなんかようわからんみたいなものであったりとか、まあ、あの例えば数学系の科目とかになってくるとまあ大学の課程の内容を聞いてきたりとかまあこのあたりについてはかなりこの一般教養というのは安定しないんですよねですからまあしっかり法律科目で上積みをするというのがまあ戦略になりますですからまあ合格ラインが大体た六割って言ってはいるんですけど法律科目で七割5 5分ぐらいの得点率かな法律科目で7割5分ぐらいの得点率が取れていればまあ一般教養うそれなりにしくじってもまあ大体大丈夫かなっていう形になる試験ですので、まあ、まずはあのとりあえず一般教養は まあ特にでもこれ得意な人は有利なんですよね、序談ですけどね、まだなんかなく大学受験の知識とかが残ってたりするとそれで解けたりする問題とかもありますので、そのあたりはある程度人によって上下はあるんだけれども、ほとんどの方、予備試験の一発で合格される方のほとんどがまあ75%という形でしっかりと法律科目で点数取って、足,足切りというかね、一般教養で多少ぶれても大丈夫という形にはなっています。一一応こののいうのが一応存在するんだだけれどもあのほぼ一時試験的な役割だと と思ってくださいあの合格率が2割から2割5分っていうのなんか結構大変な試験に見えるけれどもあの最初に申し上げたとおり難易度自体客観的にそこまで大変ではなくて攻略法も,もう担当の過去問全部丁寧に潰すっていうことに尽きるんであのいわゆる記念受験であったりとかその学習が十分にまだ回っていない人を振るうための試験だと思っていただければ、えー、と思いますので。 まあ、あの特段、あのー、ビビらなくてもいいですで、まあ、一般的に言われてるのはあの1年コースだからここはあのよく最初の学習のスタートでやっちゃうケースの例を言っておくとやっぱりよく言われてるのはこれなんですよ学習の最初からも担当対策を並行しましょうと、えー、例えばまあ入門講義を受けてで入門講義でやったところの担当の問題を解いてで担当を解けるようにしてから論文をやりましょう、えー、みたいな形で、まあ、よく言われてはいるんですがあの1年コースって のあのまあ、スタンスとしてはその担当対策はとりあえず後回しでもいいよというスタンスですあの、まあ、どうしてかというと論文式試験で問われる内容というのは全部を100とするとその中の30から35ぐらいなんですよ、えー、30から35ぐらいの内容を深く正確に問う、えー、もっと突き詰めていってしまえば、まあ、事案の分析であったりとか表現であったりとか、まあ、そういう論述であったりとか事案分析作るみたいなところを、まあ、深く掘り下げておこうと。 でまあ、逆に残った50%から60%のところは何かというとその担当でしか問われないものだったりしますですから担当で知識を積み上げていくということだけれども論文ではまあ使う割合は相当低いとで特にあの予備試験の論文というのは、まあ、初めてこれから法律の勉強される方は意外かもしれないけれどもあの試験会場6歩を引いていいんですよ。 もう6本机のように置いてありますから、まあ、法律引いた上でやってもいいですから条文忘れたっていうことであれば条文そのまま引いてそれで解けばいいですから、まあ、その意味ではあの担当の知識として確実に暗記しなきゃいけないものっていうのは正直後回しでも良い。まあ、これれが2年3年かけててやっていくんであればね えまずはきっちり基礎重ねをしてから論文書けるようにというのは合理的ではあるんだけれども1年でしっかり書けるっていうことであればもうそのコアに当たる部分ね全体の4割ぐらいのところのコアに当たる部分をもう論文をもうバシッと書けるようにしてしまってであとは直前期で足りないところを補っていくという戦略がまあ一応有効かなということで1年合格という観点からするともう論文の対策を優先すべきというふうに一応しています。ですから えまあよく出てくるのは担当の問題なんかでもこれはあの講義の中でも触れますけれどもまあ全体の中で担当の過去をやることっていうのは意味があるんだけれどもあの講義や論文と関連するとこだけやるイメージです担当の過去をやるとき要するに講義の中で触れたことがないようなものっていうのをやってもどうせ忘れちゃうしねなのでもう論文と密接に関わるような担当だけでこれはどう,どういう問題なのかっていうのは講義の中で適宜示していきます。 でですのであまりその担当の問題集みたいなよくあの本屋さんに行くと担当の足別問題集とか、まあ、担当の過去問集とか売っていてで講義のペースに合わせて解きましょうみたいな,風な形であのやられる方もいるんだけれども、まあ、1年コースで、えー、もしっかりこなしていくという場合だとあの講義で扱ってないところとかが出てくるとかえってストレスになっちゃいますからもしそのような問題集ですね用意するとしてもその論文の中で聞かれたことがある、まあ、つまり講義の中で触れたことがあるやつだけをそのチェックとしてやっていくというのをとどめる。 いいいかなと思いますでた、まあ、ここにもあるとおり、まあ、論文と関連する分野の担当対策に関してはインプットと並行して、まあ、担当プロパーでの出題分野は直前期に仕上げるという方向性が有益かと思います特にあの1年コースの場合だとその、まあ、今年は特にまた2ヶ月遅れたというのはチャンスではあるんだけどあの入門のインプットって12月までに終わりますあのスケジュール上。 4月から開講して12月に終わってで論文自体もだいたい1月2月ぐらいで論文終わる状態になりますからその論文が固まった後の3月4月5月6月あたりの4か月っていうのがもう担当直前のために積み込める時間という形で用意されてますのでもうそこのところで集中的に潰すというイメージで押さえておいていただければと思いますまあとにかく浅く広く聞かれるっていう感じの問題ですのでまああの特に1年コース受けられる方についてはもうとにかくその論文対策の完成というところを 徹底的にやっていってていいくださいでじゃあ具体的にどうするのというのはこの後説明しますけれどもあ,のあとは特にあのカリキュラムの特性上ですね今日お話ししますがあのそこまでやっていくとほぼ消化不良で終わります。そのまあ、講義自体が まあ今、今年からはね、入門講座3.5時間です。すげえ長いけれども、小刻みやりますから、ではありますけれども、従来3時間半の講義が週3ですから、講義のインプットだけで10時間半あって、あとは合格等案作成講座っていう形で、論文の対策講座がまあ3時間かける2で6時間、論文指導っていう形でまあ実際の過去問の起案で3時間ってなると、大体約20時間ぐらい講義が入ってきます。その前後で、やっぱり、 その担当の過去問まで潰していくっていうことはある程度捨てていって。 その分、その論文をしっかり固めるということが、まあ、勝負かなと。で講義もあの1年コースの場合はあの2年コースと1年コース講義変えてますか、講義というかね、テキスト自体は重複しますけれども、あの1年コースの方向けには、まあ、ある程度、論文の方が中心となるような形で講義をしていくので、まあ、そこの講義でやったところをしっかり潰して、もう講義が終わって、えー、もう論文は書けるようにというところを意識してもらえればと思います。でその上でで主ななるのは論文なんです、ね、で論文文んすね式試験については まあ大体先ほど触れたえこの担当式が大体25%ぐらいの試験と言われていますがでそれを突破した人の約20%。 だからトータルで論文突破が25%かける20%でトータル5%ぐらいになる試験で,でこちらが今年は令和5年のまあ9月と、まあ、一番のところ予定されています。ということはあの、まあ、社会人の方はちょっとあまり影響はないのかもしれないけれども、えー、例えばまあ学生の方とかだと、えー、今年からは夏休み2回使えるっていうのが一つメリットになります。その本来だったらなちょうど去年まででは、ねえー、論文式が7月なののの、えー、夏休みの直前の のね、試験対策とか期末試験の時期に論文がぶつかるっていう感じだったわけですけれどもちょうどまあその意味ではあと2ヶ月遅れたことによって、まあ、多少論文式対策時間が取りやすくはなっている、まあ、その分こっちねあの担当がしんどくなるわけですよね、えー、担当がちょうどきしんどい時期になりますが、まあ、あのでこれは社会人の方はあの 別にそのスケジュール的な問題からすれば2ヶ月単純に伸びてますから、まあ、日頃のルーティーンでの勉強の中で2ヶ月間学習期間が伸びているということになると思います。で科目自体は7科目プラス民事実務、刑事実務という2つの科目そして今年からです、ね、選択科目という3科目,目が増えています。なのでまあ通常の7科目の試験に実務基礎科目と選択科目というのがあります。でこちらは論文でしか問われない試験ですが、まあ、カリキュラム上はです、ね、そのまず7科目しっかり終わった段階で まあ論文指導であったりとか、あとはまあ論文指導もそうですし、 それから、えーまあ、実務基礎講座というのがありますからその辺りで詰めていくことになりますで、えー、と,とにかくあの難易度自体はやっぱりここが主戦場にはなりますがあくまでも予備試験なのであのなんか見たことない問題が出るということはほぼありませんあので見たことない問題がで出た場合にはもうみんな初めて見る問題というような感じで、まあ、基本的に聞かれるものは標準的な問題です、えー、やっぱり司法試験より一段落ちてくるので、えー、司法試験のレベルよりは一段落ちてくるけれども もうこの論文式っていうのは大変なのか2日間で行われます。で1科目70分です一応ね、えー、実務基礎科目は90分という形になりますがそうするとまあ70分ないし90分での論文を2日間で10通仕上げるということになります。ですからそれだけもう、まあ、筆字からってわけじゃないけど書き慣れてなければ勝負にならないという試験です。で1問70分ってこれだから今勉強始めてこれから始める方からすればまあそれなりに時間あるのかなと思うかもしれないけれどもものすごく大変です。 えもうでしかも3問210分なんですその 3, 3個の問題を210分で解くっていう感じだったり、まあ、民事系って感じですね民法、商法、民訴で、えー、3個で210分刑法、刑訴2個で140分みたいな形で、まあ、ある程度集中的に複数の答案で答案っていうのはだいたい A4 の4ページ。 ぐらいの答案をえ術仕上げるっていう試験になるので、あここをとにかく対策をかけていくことが中心になります。でなので、1年コースでやっぱりあのやれることはできるだけ早く論文書くことです。もうつきます。あの、もう書いたことがない人にポンと術書いてって書けるわけでもなくて、でかつ予備試験である程度長期化される方の傾向としては、この論文に着手するタイミングがやっぱり遅い。 えーケースで特に担当やって論文やってってなってくると担当に不安があるうちは論文触りにくいでもっと言ってしまうと論文って書いても合ってるかどうか自信ないでしょ。えー、ってなってくると自分でやったところでチェックがかけられないのでなかなか進まないんですよ。 なのであの1年コースの場合にはもうできるだけ早くもう論文を書いていくという形で、えー、もう論文指導はもう民法の終わったタイミングからすぐにえ始める形になりますでで詳しくはその論文指導の中でまたオリエンテーションであったりとかもしくは論文指導の進め方で説明しますが、まあ、例年、受験生の方とかもとりあえず書いてみるという形でどんどん書いていってであとはまあ論文指導の中でのやり取りであったりとか答案のコメントなんかでフィードバックをしていくという形で、えー、進めていくことになります。でまああととは最後講述試験いうのがありますが こちらはまああまり気にしなくていいです。あのだいたい合格率95%ぐらいの試験です。最後に、えー、高等資本のやり取りがあります。今年は確かちょっとうろ覚えで恐縮なんですけれども、まあ、一応不合格になっちゃった方が9名ぐらいいたのかな。 ぐらいな形で、まあ、今年に関しては合格率98%を超えるような感じの試験なので、まあ、しっかりと担当論文を受かる知識があれば後日はまあちゃんと対策していれば大丈夫だと思ってください。で,でそうするとですねあの1年コースでとにかくあの最初共通で持っていてほしいのが担当と論文というのが全く違うってことその担当の延長線に論文があるっていう発想でやっていくといもう終わらないからもう論文というのがまずそのイメージとしてはもうなんか根っこみたいな感じでぼよんとあるわけ。 こういうい感じで,で担当っていうのがここに広くこういう感じで存在してると、まあ、いうイメージですなので、まあ、学習するにあたっては、まあ、この論文をまず最初にしっかり固めて論文は受かるよっていう状況をできるだけ早く作りますでなので入門講座で学習していたりしたときに出てくるのがとにかく見たことない分かんないことというのがたくさん出てきますそれは学習の初学者だから分からないってこともあるしあとは講義の中でまあ触れてないこととかあります 触れてないので何か他のものを見るとこういうこと書いたんだけどこれ知らないよみたいなのが出てくるけれどもあのその辺のところはあまり気にしないように進めちゃってくださいあの必ず最後,最後はやりますあの最後はやるようになってますから担当対策で、えー、なんだけれどもそのやっぱりその科目が多いからやっぱりそこのメリハリとか戦略っていうのをしっかり立てて進めていくっていうことがやっぱりポイントになる。 であとは合格率に惑わ4%っていう試験っていうのが聞くとそれなりに大変な試験には見えるんだけれどもあのとにかく予備校のカリキュラムまあ私はね1年コースってやられてますけれども <laughs> 実質倍率自体でいうと3倍ぐらいです。もう最初にガイダンスとかで受けられた方はよくあの言う話なんだけどその実質倍率って何かっていうと分その担当にまず受かるかどうかっていうのは、まあ、言葉は良くないけれども努力の試験ですから。 まあしっかりと時間かけてやるという継続することができればそこにたどり着くのでそこに行かない人はままず文部から外しますであとはそうすると全体が例えば25%ぐらいになるわけだけどその中で論文に勝負できる自力がない方っていうのが約3分の1ぐらいいます。 3分の 1. ありますあの担当は受かったんだけれどもあの論文はもう全然対策してませんとか、えー、もしくは論文の勉強はしてるんだけれども例えば論文の起案数とかが足りてなかったりとか、まあ、十分にフィードバックを受けてない状態で行ってしまったっていうケースの方がいますから、まあ、実質的にその予備試験に受かりうる人の分母っていうのは担当に合格する25%の人の中の約3分の2ぐらい。 えだとと思思ってもららえればいいます約3分の2ぐらいそうするとまあ単純に25の3分の2とかになりますから大体全体の、まあ、16%ぐらいの人なんですかね、えー、16%ぐらいの人がまあ全受験者の中で勝負できる人で全体合格率が論文5%っていうことになりますからまあ大体3倍前後っていう試験になりますなので1年コースでまず目指していくのはその最初のその勝負できる分母に入ること。 ということになりますでそのためにまず論文がしっかりもう担当を受ける前の段階で徹底的に固めていることであとはギリギリで担当を受かることもうこれに尽きるっていうことになりますで,で一応ですね次のページありますが担当の学習法についてはあのもうとにかくもう範囲が膨大ではあるけども過去問で出尽くしてます、えー、で条文と判例だけで8割取れますからあので現にこれはね条文と判例で8割っていうふうに言ってるけれども今年の例は えと2年ですね、令和3年の予備試験だと、その過去問で何らかの形で出題されている、もしくは関連分野というのがやっぱり85%近い出題割合になっています。ということは過去問しっかりやりきれれば、もう十分合格できるっていうような試験なので、そこはあまり心配しなくてもいいです。でごめんなさい まあむしろあの大切なのはまあここら辺の担当過去も用いたえ復習とかについてはまたねあの説明していきますがまあ論文の方なんです。やっぱりね あのもう事例問題が中心でまあ1問平均70分前後で書いていくってことになりますからさまざまなものが必要になります。であの具体的にどういうふうにやっていくのかについてはここで一応ねあのまあ事例を常に意識しましょうとかあの判例をイメージできるようにしましょうとかねその攻撃防御を考えましょうとか表現するトレーニングしましょうみたいなのはありますがこちらの方はすべてあのもうカリキュラムの中でやっていきますので。あの 正直、そんな心配しなくても大丈夫です。で、でやっぱりもう大切なのが、やっぱり学習の進行状況でも、とにかくもう書くことに慣れていくっていうことですね。で、あとは表現に慣れていくってことになります。あの意外とね、やってみるとあれなんだけど、あの正直ね、文章とかを考えてる余裕もないんですよね、時間ないから。 ということは頭の中で思ったことがその場で文章になるぐらいに慣れてないとやっぱり書けない。なので、あの、1年コースの場合は結構定期的に、えー、週2通から3通ぐらい、えー、論文の基案というものをしてもらうという形になります。で、で一応ですね、あの、1年コースもう受けられる方については、まあ、そうだよねって話になるけれども、一応学習方針としてはこういう形になってます。えっ、ー、と、まあ、 ま、効率いい学習メソッドって自分で言うんだった話なんだけれども、あの、ま、試験対策に特化してまして、ま、予備試験に特化します。ですので、この後ちょっとご説明しますが、入門講座に関しては、予備で問われないものとかについては、とりあえず飛ばしてます。 でだからテキストなんかもドーンってありますけれどもあれはなんで厚っこいかって言ったら何が出てもおかしくないからあの書いてあるじゃんってするためにやっぱり予備校を厚くするわけだけど予備で出るものっていうのはその中で限られてますから、まあ、そこら辺のところはもう予備試験に特化するものになりますであとはまあ最初にちょっと言ったけどこのクラスって予備試験だけのクラスなんですよでこれがね公務員試験とかロースクールの入試とかになるとちょっと姿勢結構変わるのよ。 なので、そうすると全部カバーしなきゃいけなくなるんだけど、これ、老入試でしか出ないよね、みたいな問題とか、あとは、これ、国家総合職とかでの品質だけれども、予備ではそんなに気にしなくていいよね、っていうようなところみたいのは、結構外せるわけです。で、逆に予備がめちゃくちゃ出るところは、そこは深くやったりするみたいな形で変わっていきます。で、あとは、まあ、論文対策へ、もう、いきなり入る。まあ、これから勉強始める方は、あれかもしれないけど、もう、2ヶ月、3ヶ月で論文書き始めますから。あの、なので、できるだけ論文を書いていく。で、あとは、まあ、この後、あ,あの、やっぱり話すんだけど、 一応、全部私がやりますので、分かんないこととかあったら、とりあえずまあ聞いてください、講義の前後に普通にまあいたりしますし、 あとはまあオフィスアワーという形で月1回面談という機会がありますので、まあ、積極的に使ってくださいで特に Zoom で出られている方とかも、まあ、日頃、Zoom で出られているけれどもなんか個別的に面談したいなとかいう形であれば、まあ、オフィスアワーの方で予約していただいたりとか、まあ、電話とかいただければそこはあの話をしていくことは全然できますので、えー、ぜひえそのうまく分からないこととかは消化してもらえると思います。でまあ、でその一方でですね、えー 効率がいい学習ではあるんだけれども、まあ、それに加えてやっぱりあの1年コースなんで是非あのでぜひ使ってとってっていうかあの意識してほしいのが、まあ、やっぱり皆さんが予備試験を目指す層の中でということになります。1年で受かろうという形で学習を始めている方がいるというか。 環境いいうのは、まあ、おそらくないんですよねあの例えばね他の予備講座とかでもあの、まあ、あの生講義で授業するっていう形の方は結構いらっしゃるんだけれどもただそうすると来年受かろうと思ってやってる方とここから2年先って思ってる方とかいろいろやっぱりいらっしゃるわけですよね。まあ、そういうような偏在型ではなくてあ偏在っていうかいろんなのバーッと。 いろんな方が受けているというわけではなくてもう1年コースとして来年の予備試験を目指すというクラスになっていますからまあイメージとして湧きやすいのはあの大学入試の予備校の高3高卒クラスだと思ってくださいですからもう次の受験に受ける人がいるという状況になっていますからまあそこはだから学習環境としては切磋琢磨するようになっておと,とです。 で、あとは、今、ちょうど、まあ、3月のオリエンテーションってことになりますけれども、たいあの、お申し込みされてくる方の結構多くは4月なんですよね。あの、3月の中盤から下旬ぐらいにかけて入ってくる形が多くなりますので、ちょうど、まあ、ちょうど年度の切り替わりであったりとか、まあ、あとは、あの、大学の方たちと新入生の方とかっていうのが、まあ、比較的、ワッと入ってくる。で、社会人の方とかもちょうど、まあ、3月のちょうど切り替わりのタイミングで、たいあの、入られることが多くなりますので、まあ、大体4月の中下旬ぐらいからは、まあ、例年、まあ、例年なんでね、今年どうなるかわかりませんけれども、まあ、 去年とか一昨年とかだと大体20人から30人ぐらいという形でで今年は Zoom もありますからどのぐらいの人数になるかちょっと分かりませんけれども少なくともそういう規模ですねえまあ予備試験を来年受けるという方が受けるという環境の中に入っていくということはあのすごく有益だと思いますのでうまく使っていただければと思います。あととはででですすねあのとにかくこののカリリキュラムですあの今日はのオリエンンテーションの中でやっぱり 伝えておきたいのがあのそんなに甘くはないんです予備試験の1年っていうのは。でまあ、どうしてかっていうとガイダンスでも必ず言ってることなんだけれどもあの予備試験っていう制度って何かっていうと法科大学院の卒業と同等のものということですよね。ということは法学部4年間プラス奇襲、えー、者試験で2年間つまり6年間法律の勉強を法学部からストレートでやってる人と同じことを要するに1年間でやろうとしているっていう試験なんですよね。 でかつ予備試験の合格率と法科大学院の卒業者の合格率考えれば分かる通り、まあ、圧倒的に予備試験が高い。ということはただ単にその6年間の,その法,理法学部から始まって法学期週間の2年間の6年間の過程を終わらせたと同じレベルを求めているよりはもっと上のレベルを求められています。そののの中ででも上のレベルっていうのを1年間でショートトカットするということになってくると、まあ、やっぱりそこのカリキュラムとしては必要なことは相当あります。 なのでさっき週20時間の講義って言いましたけれども、もうその週20時間の講義っていう形で進めていきますので、で、ただ、あの、まあ、20時間の講義だからもうものすごい大変なんだっていうのは間違いないんだけれども、その分試験で必要なことしかやらないので、あの、そこのところはだからあまり手を広げすぎないように、えー、してください。えー、特に、 えとまあ今、1年コースで講義を受けていくとなると普通に講義はねやって予習,まあ予習はほぼないんだけれどもね入門にはえだけれどもいろんな情報が入ってきますからこの本がいいですよとかねこの問題集がいいですよとかねあの場合によってはこの予備校のこの講座がいいですみたいな入ってきますけれどもあのそこら辺は手を広げないでもうやっちゃうということが必要になりますで,でその時にやっぱりもう,もうカリキュラムに乗っかっちゃうということを意識してくださいそのとりあえずね復習が回ってなかろうが来ちゃった方がいいです。 もう復習が回ってなかろうが来ちゃってとりあえずペースに合わせてやっちゃってで,で例年合格者の方もそうだしあの受講生の方もどこかで回らなくなります。 そそれれはもうう人間でであればそうなんですよ1年間、健康に1年過ごしてる方が珍しいしあとはもう普通に考えたらなんかちょっと遊びたくなる時期もあるしね、まあ、社会人の方であれば出張したり、まあ、最近コロナではそういうのないかもしれないけれども当然、繁忙期とかがあったりするわけだからそこのところであの十分に予習・復習ができないとかそういうことはあり得るんだけどそういうのあまり考えずに受けちゃうのがおすすめ。 で,すで,あので講義の中でも正直前のことを知らないと次のことがわからないっていう講義は基本的にしてないのであのもちろんねあのちょっと前提知識になることはあるけれどもそこはある程度あの聞いておけばとりあえずなんとか全体像がつかめるっていう状態になるのであの分かんないところとかあの十分じゃないところは後でやるって発想ね。 あの特にあの忙しい時がある人っていうのは逆に暇な時もありますからねあのそこのところでしっかりやるっていう感じであの最後まで走っちゃうっていうのがとにかく肝ですで,で1年コースに限らずこの予備試験っていう試験はそういう試験なんですわその始まりはパッとやれるんだけれどもある程度完璧主義だったりあれもやれもってやっていく中で回んなくなってどうしても途中であの今年は無理だってなってしまうっていうのが圧倒的に多くて だからそのさっきね担当を受ける人の中の2 0ぐらいが25ぐらい担当合格者だよって言うけどあの語弊を恐れずに言えば担当を受けるに至っている人の方が多分少ないです学習を始めた人から比べればそのぐらいもう担当を受けるに至らないでやっぱりもうあのまあ量があまりにも多すぎるから回らないっていう風になっちゃうでこれはどうしてかというともうとにかく完璧主義に走っちゃうこととかあとはその学習選別がうまくいかないケース。 っていうのがやっぱり起因してるのというのがやっぱりありますから、そこはもう仮ュらめに乗っかっちゃうっていうことをしっかり意識してください。で、あとは、もし仮にですね、回んなくなっちゃってるとかそういうのがあった時には、まあ私でもいいしね、スタッフの方でもいいから、あのそこはもう遠慮なく相談をしてください。あのおそらくあの通学の予備校の中のメリットはそこだから、あのわかんなかったりの、なんかあったらとりあえず聞けると。まあ、あのもちろんあれですよ。あの、 そのどういうふうにやっていくのか人それぞれ変わっていくから答えがどういう答えになるのかっていうのはあれかもしれないけれども少なくともそのまあ現状で例えばねあの去年の合格者の方であったのは。 あ、一昨年か、一昨年の合格者であったのが、2ヶ月間留学するって言って、もう2ヶ月間、もう法律の勉強をすることはもうできませんって言って、2ヶ月間ね、どあの、中途かどっか行っちゃった、あの、受験生の方がいたんだけれども、まあそ、そしたらそれ言ってくれれば、その2ヶ月の間、とりあえずもう、あの、これだけ見直しといてっていう形にして、あとはどういうふうにカリキュラム組んでいくかとか、まあ、そのあたりのところみたいな結構、あの、お話をして、結局何とか1年で受かっていただいたっていう方もいらっしゃるので、そこは、あの、とにかくカリキュラムの強制力っていうのはうまく使っていただいて、それで、 その上でうまくいかないところは適宜修正かけるっていうまあある程度柔軟に進めていくことが必要かと思います。であとはですね講座としては当当面はあの入門講座ってやつが始まります。一応これはまあパンフレットのちょっと写しますけれども。 あの当面はですね3月にえ一応全体構造編という形でまあ正直本、本論の中に入る前の法律の勉強法とか法律の学習論みたいなことをやるんだけどその4月から本開講していきますで本開講していくとまず当面は民法の学習をまず進めていくことになりますでこの民法の学習はまあいわゆるインプット講座ということになりますからことしはね3時間半なんですよね、講義ね。本当に持つのかかってぐらいなんか大変ももしれませんがあのでも例年まあ3時間 の講義なところちょっとあの講義時間の方がちょっと増えてはいるんですがでただその分早く終わりますあの4月の4日に本開講してからえっと5月の30日に終了しますのでまあ2ヶ月間ですね2ヶ月間でその民法の科目を全部終わらせていきますで週3回講義が進んでいく感じのイメージでまずは入門講座をまあ受けていくんですがこれはあのとりあえず12月まで続きます7科目ずっとあの進んでいきますのでその このとき使うのはあの、基本的にはあのセブンサミットというのが厚っこい本も配られるんですが、基本的にはあの私の方でもうレジュメの方を作ってますので、えーまあ、この講義メモってやつ、やつ、これはあの講義の進めるにあたってメインで使う教材ですね、一応、えー、講義メモというものと、それからあのチェックシート、これはまあ覚えなきゃいけないものをまとめたものですが、まあ、一応、レジュメを使ってどんどん進めていきます。でえー、最初にまあ触れておくくとですねもうあの予習全くいりませんあのこれは 予習してるともう多分回らなくなっちゃうもので、まあ、講義自体は最初の1週目だから、まあ、ある程度その前提知識なしでもう進めていっちゃいますのでとりあえずはあの予習はいらないで逆に復習の方を徹底的にあのやっていくっていうことが必要になります。で まあ、あのもしかしたらねあの、お試しのウェブであったりとか、先取りとかで講義受けられてる方はあるかもしれませんが、まあ、基本的にはその講義メモというものに即して、私の方で説明していて、適宜というか、かなりの割合で講義メモに書き込みをしながら、えー、中身を完成させていくとで、知識をとにかく一元化するという形、まあ、大体講義メモ自体は、まあ、厚さでいうとこのぐらいかな、民法でいうと一応見本ですけれども、まあ、このぐらいの厚さのものなんだけど、まあ、そこにも徹底的にどんどん詰め込んで、情報集約をするというスタイルになります。で、じゃあ、このセブンサミットってやつもね、 あの配られるんでこれ何のために使うかって言ったら自分ででかんななくったた調べるめす正直あの自分で分かんなくなった時にもうネットとかウィキペディアとか調べられてしまうとねあの正確性のない情報とかもありますから、えー、何かちょっとわからないこととかまあ、ちょっと深く掘り下げる調べ物があった場合にそれを使っていく、えー、ようなイメージになります。なので ま、イメージとしてはあれですかね。歴史とかを勉強するときに資料集とか図、図表みたいなタグあるでしょ。あれのタグだと思ってください。ですので、まあ、講義の中では積極的には、あの、使いませんけれども、なんかわかんないところとか、まあ、ちょっと講義のところで言ってることようわからんかったなみたいなときに、そこを深追いするときに使ったりしていただけると思います。で、えっ、ー、と、で、必ずあの、持参していただきたいのが、あの、六法です。で、で、これは、あの、予備試験は六歩持ち込みかなのと、あとは、その、 やっぱり六を引くっていうことに早いうちから慣れていくってことから1回目の講義からもう積極的に六を引いていきます。ですので六法は必ず持参をしてください。で本屋さんに行くと六法って2種類あるんですよ。判例のない六法と判例がついた六法。 反例ついいた六方はもうタイトルが書てあるかからすすぐ分かりますで判例のついてない六方っていうのはまあこれはまああの固有名詞になっちゃうけどデイリー六方とかポケット六方みたいな形で売ってるものでまあ両方とも2種類あるんですけれども講義で推奨しているのは反例なしの方です。反例がついている六方だとあの引くのがすごい遅くなるんですわ。で特に あれなんですよ判例がついてる六方だとその実際の試験で使う六方も判例ついてないからそれが引き慣れるっていう意味では判例なしの六方を必ず持参してくださいであとはですね予習全くいりませんあのこれは あのこの後と話しますけれども予習が必要になる講座っていうのはこの後に合格と案作成講座っていう、えー、問題を論文の場で解いていくものについては予習が必要になりますけれども、まあ、入門講座はもうとりあえずあの話聞き不可でいいですあ話聞き不可って聞いてで聞き終わって復習しっかりやってもらえればいいっていうことになりますですから講義についてはあのもう講義メモという形で私の方で、まあ、予備試験で出題されるものをもうあのレジュメ化してますからそれでもとにかくどんどん知識をどんどん重要化していくことになります。 ででこれは1回目の講義のときにも触れるんですけれども、講義メモというのは、合冊で配られるんですね、あのこういう感じで、合冊であの配られます、あの1冊の本として配られていて、まあ、各科目において、こういう感じで、まあ、民法だったら120、十ページあるのかな、140ページぐらいあります。 でで一応こちらも配られますけれども、も,うもしお申し込みされている方はもしかしたらですけど、これが分冊になっているのも多分、送付されていると思います、あのセクション1からセクション16みたいな感じで、すごい細かく、これ自体がバラバラになっているような形のものも送られていると思います、であの2冊配っているのは理由があって、ですねあの講義の中であまりあのメモを取るときになんか神経質になっても困るというのがあってね。あのこのなんか あの本になっているものに書き込むときは結構なんかプレッシャー感じる人もいるんですよ丁寧に書かなきゃいけないとかねあのなんか必要なことがあるのかよく分かんないみたいな感じでなかなか書き込むのに躊躇するのであの分冊になったら薄っぺらいものが全部,全部16分冊みたいになってますからもう講義の時はもうそっちの方を使って積極的に汚く使っちゃってくださいであの一応推奨してるのはもう講義の段階ではそのなんか写すこととかにまあ,あまり注意するんじゃなくてそのできるだけもう自分なりにもう納得して聞いて で、それで必要なものをゴリゴリ書き込んでいって、で、まあ私がなんか書いたものについては、あの、まあこの後もしかしたら事務局から話あるかもしれないけれども、あの講義翌日から Web で全く同じのを見れます。えー、ですから例えば、あの、映さなくても、とりあえず写すのに必要であれば、次の日に Web に入って、その時間のところをピッと止めれば、あの、私が書き込んだのを止めて見れますから。 なので,であとはまあ必要に応じてあのなんか配,布あの配布すべきものはそのレジュメという形で配られますので、まあ、とりあえずあの講義のうちはもう聞いて納得するということに使っていただくと、まあ、いうことで,でこちらの合冊何に使うかというと、まあ、いつどのタイミングでもいいけど復習するときにじ、まあ、ご自身でガーッとやったものがあるわけですよそれをま,あまとめていくというときに、まあ、知識の一元化をするときに取捨選択してまとめていけばいいのかなという形で分けて配っていますですので講義の中では、まあ、いずれか持ってきていただければ大丈夫と。 ということになりますただ、どっちか持ってきてもらわないとねあの困りますのでどちらかは持ってきてください。でであとはですね、あのとにかく講義の中では、もう理解中心でいいです。あのあのあのやっぱり予備校の特徴としては、とにかく試験対策なんで、理解すべきことはまああの講義メモで書いてあるし、じゃあ、覚えることどうするかというと、覚えることはチェックシートというもので、全部まとまってますから、あのまずは、 もう覚えるっていうことはもう後でいいので、まあ理解することに集中してもらえればというところです。 はい、でその分、だから、講義のところはとりあえず聞いて納得すること、で細かいことは気にしないということですね、まあ、分かんないことあったら、まあ、適宜あの聞いていただければと思いますあの、だからそういうスタンスなので、あの場合によっては、ですねあのここよく分かんないですけどって聞いてきて、今分かんなくていいよっていう、なんか答えにならないような答えするかもしれませんが、あ,のあ,のてある程度、そういう形の部分っていうのが、あの法律学習の肝ですあの、やっぱりね、薄く何回もやるっていうのがとにかくコツなんですよ。その だから特に1年コースだった場合1年コースの方は1年間でインプットで1回その後合格答案作成講座で1回論文指導で1回担当で1回という形で、まあ、少なくとも4週全科目回しますからそこのところは1回目というのは、まあ、とにかく全体をつかむということですで、えー、と復習法についてはです、ねあのまあ、とりあえず一番やってほしいのがもう講義メモなり講義でやったものをとりあえず見るで見るだけでいいです。で見てて理解が伴ってるか ですね、あの正直なところ、あの講義メモというのはかなり薄く作ってますからあの見て、そこに書いてあることがある程度頭の中で出てくるとかあとは講義が再現できるというレベルであれば全くあのそれだけでいいですで、問題なのはそれ読んだはいいけれども何書いてあるかが想起できないというケースのものはあの、まあ、質問していただくなりあのしていくけれどもとにかくあの、あれですね。その やったことを理解伴っているような確認。で、覚えなきゃいけないことは全てチェックシートっちいうのがありますから、これはもう反復して徹底的に覚えるっていうことになります。そこに書いてあることはもうスラスラ言えるっていうことが必要になる。で、あとはまあ、えー、わかんないことがあったら質問事項にしていただいて、で、あとは、あの、要は確保ですね、該当科書の担当科顧問の演習っていうのは一応あの書きましたけれども、おそらくは1年コースの方は、あの、 ほぼこここままで回るととはないと思い思す、まあ、もしあの回る方はその論文で出るのと重複するものだけやるっていう感じでやっておくといいと思います。であとはですねあの今年は1年コースっていうのは3時間のところ3時間半になってるのは理由があってねあのできるだけ早く終わらせたいっていうのもあるんだけれどもこのなんか論文で問われる内容との担当の過去問みたいなのはピックアップしてあの適宜配ろうと思っています適宜ね。えー、なのであの改めて担当の問題集とか買わなくてもいいです。あの もし早い段階から買いたいなっていう方もいるかもしれないんだけれども担当合格講座っていう講座の中で全過去問ですね平成23年以降の全過去問が解説付きで皆さんには配られますので改めて何か本を買うっていう必要は特にないかなとは思いますで、まあ、今の段階からやれる過去問についてはこちらの方で必要なものが準備しますのでそこはもう心配してください だからまあ1年コースに限らずね予備校通ったらねあまり本屋行かない方がいいよっていうねあ,のあまり本屋行ってそこら辺の専門書とか行き出すともう沼になりますからまあそこはあ,のあまり必要なものは全部あると思ってくださいであとはですねあの扱った部分徹底的に理解することわかんないことについてもまあ,あまり気にしないことであとは復習ベースを取ることというのが入門の受け方になりますで始まってないのになんでこんなこと言うんだっていうのもあるかもしれないんだけれどもあの一応ねおすすめなのは 1>, あの1年コースってね始まっちゃうとも結構、のごとくなんですよね下水道、下水道で始まってってであとはまあ受けられる方というのがあの特に学生さんの方だとまあ語源が絡んでくるケースで社会人の方だとやっぱりあの後ろに仕事が絡んでくるケースだと下水道のフルセットで受けられないってケースもやっぱりありますで今年も去年の受験生の方もフルセットで全部受けられているっていうね常にいるって方は全体の30%から40%ぐらい。 で、あの,で他の方はまあ通常、ズームとかで出れるときは Zoom とかウェブで見ててで土曜日みたいなところには必ず来るとで土曜日の論文のとかには必ず来るみたいにあ,のある程度来るときと来ないとき使い分けている方もまあいらっしゃったりします。えー、ですので,あのでそれって、ね、始まってみてからだとやっぱり違和感感じたりするわけですよでなのでできればあのこの時期にオリエンテーションをやっているのは1ヶ月あるんですね。 であのまあ、入門講座の先取りで実際ライブで来られるという方もいます、あの行政法の科目かな、ぐらい憲法、行政法の科目というのを、まあ、あの今の2年コースの講座を先取りで受けることもできるし、あとはウェブですねえウェブで民法か刑法、民法刑法の先取りが多分ついています、でこの時にまにちょっと進めているのは、あの本当に学習初学者の方はまあ民法でもいいと思います。本当の学習学者でではは民法でもいいいとと思いますであとは、まあ 民法をどうせ4月からやるからもう1回早い段階で2回やるの嫌だよって言ったら刑法で刑法は本来なな夏か秋ぐらいにやるんでね入門講座だとだけど刑法は取っみやすいですもう考えてみると犯罪の成立だからあの窃盗罪とか殺人罪とか、まあ、ある程度はね正当防衛とか見たことあるような話だから、まあ、そういったものを慣れていく意味でできれば1回その週3回のペースみたいのを試しにウェブで体感しちゃうのがありです あのまあ、3時間の講義だけれども大体講義だったらその日に、えー、と3時間の講義があってで次の日2日後ぐらいまでにもうあの次の3時間の講義があってっていうのをとりあえずループしていくっていうのをやっておくと、まあ、刑法だったら全18回ありますから え週3回なんとか頑張っていくと1ヶ月で大体12回目ぐらいまで行くんですよね。で大体そのぐらいでペースをこう見てあのまあこういう感じで進むんだろうなっていうイメージそうすると復習の仕方とか講義メモの使い方とかその辺のイメージが湧きやすいと思うんですよね。で特に不安な方はあの最初の民法については触りの3回だけやってみるとかね。 あのっていいうのはありかもしれないただ、その代わり民法をはじめにここで3回やると4月にやる3回っていうのとかなり重複するからあの同じことまたやるのかよみたいになっちゃうのでそこはあの適宜あの変わってくるかもしれませんが少なくともなんかそのイメージを持ってもらうっていうのはあのぜひあのやってみていただければと思います。でであととはは担当課顧問とかにについてはあの特にないて特なですがで一応 このえと4ページに書かれていることについては、ほぼほぼあれで、受講についてのアドバイスについても,もう大体もうお話しているとりです。1年間の全体像っていうものを意識すること、それから復習スタイルでいくこと、それからもう質問とか相談とかうまく使ってくださいと、あと完璧主義にならないとまあいうところに本当行き着きますので、そこはぜひ意識してみてください。あとは1年間の全体像ということになりますから、本当にここ、イメージ湧かないとあの大変なので、ちゃんと触れておくと、今入門講座というのが 2ヶ月続きますでこの2ヶ月があの1年コース受けられている方のなんか最,最初で最後のゆとりみたいなゾーンなんですよね。まあ、とりあえず講義を受けて、えーまあ、頑張ると。でこの後なんですよね でこの1年コースの方は1科目目が終わるとその後、えー、合格答案作成講座という科目が、えー、週2日くっついてきますで。この週2日くっついてくるのがその民法が終わったタイミングで民法始まります。で、商法終わったタイミングで商法で1科目後追いで週2コマ、えー、入ってきます。で、これはあの何かというとあの予備試験の、えーまあ、レベルの問題ですね。 実際の事例問題というのをどんどん解きまくっていくという問題になります。具体的には予備試験と親和性が高い旧司法試験の問題、それから、ま、あ あとは、えーとまあ、法科大学院の奇習者の中で予備試験と親和性が高い問題みたいなのを扱っていく。だいあの事例問題と呼ばれる問題の形式っていうのをたい週14、五5問やるかな。14、五5問ぐらいずつ、えー、やっていきます。ではどん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 問題を解きまくっていくという問題。で、これ自体は、その規案をすることはないです。あの規案っていうのはあの、答案を作るっていうよりは、あの問題文の答案構成、どういうことを書くべきかとか、まあ、その中であの入門で使った知識、どうやって答案を作っていくのかみたいなことをやっていくもので、 実際に皆さんが答案を書くのはあのこの論文指導って本になります。で、こちらの方は予備試験の過去問、そのものをいきなり書いてもらうという、えー、形になります。えー、まあ、週2。3年分ですね。だからいきなりあの？ まあ最初、ええー、と思うかもしれないけど民法の講座がとりあえず終わった次の次の週にはもう皆さんはあの予備試験の過去もやることになるという,、ねえー、いう状況になります。でただ、いきなり書けないでしょいきなり書けないからこの,この1年合格の論文指導の中ではあの基本的にはあの答案の提出っていうのは事後でいい。 ことにししててままますすあの去年からそうしてます、えーまあ、例えば、いきなり書いてね、答案やってみました、はい、どうぞって言われても、えー、これ、どうすりゃいいのっていうようなことをやっぱりなりかねないので、あの最初のうちはあの予習予習という形で問題解いてきてもらってで、こういうことを書くんだろうなみたいなことを前提にあのまあ、来てもらって、でその上で、まあ,たい,あのいわゆる双方向での講義を使って、この予備試験の方針、あの回答方針っていうのをほぼ完全解の形まで作ります。 解説という形で,で完全回でこういうことを書くべきだっていうことを、まあ、しっかりと3時間の講義の中で理解した上でその後まあい大体2週間後ぐらいが提出期限になりますけれどもそれであの自分の中でそれを踏まえて答案作ってみてくださいっていう感じだから初めて見るものをいきなり書くんじゃなくてもうこの論文指導の中でまあいわゆる回答筋というものはちゃんと示します。でその回答筋を踏まえて自分で答案を作るっていうのがルーティーンになるだからその意味ではストレスは少ない 何書いていいかわからないのでいきなりなんか出すっていう感じではないのであのただじゃあ初めて見る問題どうするかっていうのはそれは後ろでトーという形でねあの実際にたくさん問題解く機会ありますからまずは予備試験の過去問っていうのはあの他のなんかあの資格試験とか入試の過去問と同じであの力試しで解くものじゃないからあのもう分析するために解くものなのでえそれを通じてもうこの全部分析していきます。あとは あの予備試験の論文の過去問だけじゃ足りないから、この合格答案作成講座でとにかく数をローラー的に潰していくっていう、だから書き方のスキルは論文指導で学べますと。あとはあの知識の網羅性だよね。知識とかあの出題範囲の網羅性は合格答案でいけるという形になります。まあ、あまり語弊のあるあれになっちゃうけれども、これ大体あのどこの予備校もくっついている論文対策と基本的には。 内容的には重複しますなぜかって言ったら旧司法試験の過去問南関法科大学の過去問ってなってくれば当然それ素材としてあのどの受,講受験生でもやるべき問題をやるので、えー、例えばあのどこどこぞの塾だと論文マスターって呼ばれるもんだろうし、えー、どこかのな,なんちゃらルート的なところと10問と呼ばれるものだったりとかまあ、そういうふうなものになりますのであの基本的には中身自体は変わらない。でただあの 一応親和性が高いのはあの私が講義してそのまま論文でやるからインとアウト一致するので、まあ、そこはすごい多分効率はいいかなと思いますで,で一応そうするとですね皆さんの、えー、とスケジュール的なことを言っておくと最初のうちは週3回の講義で納得をしていくっていう形になりますがここからが週6に切り替わっていくイメージです、えー、週6ですね入門講座3、えー、論文指導1、えー、合格答案2になると で基本的にはここはあの予習が必要になってくるので、えー、またあの論文の提出であったりとか論文指導の運用とかについてはまた追ってですねあの論文指導始まるタイミングでこんな感じでやるよみたいなことはやりますがあのそこまでね心配しなくていいですあの。なんかすごいなんか論文書くのがしんどいかなっていうのはあの当然最初のうちはあるんだけれども,もうとにかくあの1年コースのとにかく肝はや,やるしかねえっていう発想なんですよね。と、まあ、とにかく、まあ、とりあえず雑,雑ってちゃいけ,ないけ あ,のある程度荒削りからしっかりやっていくとで荒削りのものを3回4回回していく中でもう合格ラインに達するよっていう感じになってくるのでそこはもうとにかくあの1年間のイメージとしてはまあそういうイメージで当面はこれが続きますだからまあ私が全部やってるから私が講義やってるのと同じタイミングなので「月水どう?」で入門講座。 えー、そして土曜日で毎週まあこれは月1回お休みの日がありますけれども、まあ、基本的には土曜日に論文指導で週2通なり3通の論文の過去問の対策講座であとは合格答は作成講座で週2回、えー、問題を解きまくるという形になります。でそれが大体12月まで続きます。 でここまでやるとさすがに論文はもう書けるよという状態で予備試験の過去もほぼ全部終わってますから予備試験の過去もほぼ全部あのちゃんとやってれば予備試験の過去も全部分析答案作成が出されていてであとは重要問題全部潰せてますからあとはその後ここにある入門講座の部分がなくなったところが全部担当講座に変わるってだけです。 で、その担当講座で担当の過去問全部潰すので <laughs>、あの、そこはだから、あの、逆に入門段階でやってないことっていうのはこっちでやるので、そこは心配しないでいただければと思います。まあ、たいあの、全体像としてはこんな感じで、で、一応ね、あの、本会講自体はね、あの、4月からではありますが、まあ、このような形ですね、入門講座、論文指導、えそれから合格答案作成講座、これがまあ、一つのあの、 なんかメ,インルメインの講座とということになりますで,、えー、で1年合格の場合この入門講座の方が今年からは12月で終わりますから、えー、担当合格講座にシフトしていくという形でその他であで一応触れとくと実務基礎科目の対策講座 この実務基礎科目っていうの、まあ、論文でまあ問われる試験科目ではありますがこちらの方はあの通学でやっちゃうとこれどこのタイミングで学習触るかってやっぱり人の進捗で変わるんですよなのでこちらの方はあのあの解説講座もあの過去問の全解説講座も含めてえ実務基礎講座についてはあのウェブで視聴できる形になっていますが一応私の方であの担当していますであとは選択科目ですね、えー、で選択科目も同じような扱いになりますが基本的にはあの 入門講座が全部終わったぐらいのタイミングで、まあまあ、皆さんがどの選択科目を取るのかによって変わってきますけれども選択科目の講座というのが負担していますのでそこら辺のところは問題なかろうかと思います。はい、ということで、えー、と一応、ちょっとあの駆け足という形にはなりましたがあの詳しくまた あの論文指導のタイミングだと論文指導のオリエンテーションという形でその論文指導は特にあの運用の仕方であったりとかあのその辺りのところの事務連絡とか結構複雑なのでそこはまた追って説明していくことになりますがまずはあのこのオリエンテーションの中で全体像をつかんでいただくのとあとはその入門講座の受けるイメージで、ね。 をとにかく湧いていただければと思いますあの特にもう正直ねもう完璧主義になるなって言ってもなるんです人間ねあのこれから勉強しようと思って最初の講座って受けたらそれはもう何なんか一言も聞き逃すな書き逃すなみたいな感じになるのはもちろんあのそれはあ当然なんだけれどもそこをさっぴく感じで聞いてくださいってイメージですもうそこそれをや,やっちゃわないようにうまくあのペースを掴んでやっていくのがポイントになりますで。 でその時に、まあ、まとめになりますけれどもうまくあのそのちょうど先取りの段階になるからその先取りの。 あのペースをうまく自分でちょっと使ってみてくださいで。で、特にあと先取りも同じでですね。その先取り講座を受けるときにそれも完璧にしないように <laughs>。あの結構い,いらっしゃるのが注意点なんだけど、先取りで例えば刑法から受けられる方、えー、だと刑法を受けるとまあ、なんとなく難しく感じると思うんです。で難しく感じるのは当然であの刑法っていうのは4科目。 なんです4科目目なんですよあの本来だったら。ということは、まあ、通常半年間ぐらい勉強してきた人を前提に刑法の4科目目の講座が始まるから法律の勉強初めて言った人からすれば判例の規範がとかさあのそんなさ考慮要素がどうのこうのって言葉出てきても何のこっちゃってなるわけですよね。ですからそのやっぱりそこの部分はあのさっぴいてなんか聞いたことないような言い回しであったりとか。 そういうのが出てきてもそれは4科目目の講座を先取り取ってるからしゃあないよねとだから逆にそういうところを抜いちゃって理解できるところだけ聞いても聞けるようになってるからで特に2年目講座の例えばですね今先取りだったら憲法とか行政法っていうのをライブで聞くこともできるんだけれども多分聞くとめちゃくちゃしんどく感じます。 それはもう当然のごとく2年コースの方が1年間やってるものの最後の科目を聞聞から入ってくるわけだからそれは初学者とはちょっと違ってるでしょちょっとなんかセミプロぐらいの順になってるわけですよ <laughs>。になってるわけだからそうするとそこはあのやっぱり完璧にならずにその講座の中であのまあこういうふうなところをやるんだよっていうことをイメージ湧いてもらうということとかあとはその。 そ,それ以外のところとかで聞ける。あの結構聞いてても、ね、なんとなくわかりますから、<laughs> なんとなくわかりますから。まあ、そこのところは、あまり神経質にならずに、しっかりあの受けていくということを意識していただければと思います。はい、で私からは、えー、と以上になりますが、一、えー、回目の講座ですね。あのこの後、事務局の方からもありますけれども、えー、と次の講座がですね。三、えー、月の二十三日。全体構造編というのがあります。えー、この全体構造編というのは。 その講義としては、もう民法の学習入る前の段階で、もう法律初めて勉強している人向けです。あのそもそも条文とは何か、判例とは何か、まあ、学説とは何か、もしくは法律の読み方ですね。えー、まあなんか勉強したことがある人は、あのまたはともしくはっていうのは全然違ってますよであったりとかね。まあ、あとは条文の解釈の仕方とか、まあ、そういうまあ方法論ですね。えー、と、あとはえそれからもうちょっと踏み込んだ形で、第1回の民法の1回目の触りみたいなのを扱っていく、まあ、法律の学習法みたいなものを広く扱うもので、 えとね、3月23日と3月30日に2つ設定されていますで。こちらは何の予習もいりません何の予習もいりませんもう普通に、えー、とも,うもし覚えてたら6本持ってきてねぐらい、えー、もし覚えてたら6本持ってきてねぐらいで、えーまあ、これについてはこれから勉強することがどういうふうなものかというその、まあ、法律の。 という言語を学ぶという感じのイメージのものですのでこちら、だからあのつ3月23日と30日2つあるんですがこれはいずれも共通内容ですのでスケジュールを見たときにねあのどちらか出ていれば全く問題ないという問題になりますからあの両方とも出ないで <laughs> くださいでえと一応4月の4日からが本会講になります民法ねですのでまあそこのところがまあ本番になりますからあとはまあそうですね全体構造編までは大体2週間ぐらい。 ですね、で全体構造編が終わるともう1週間後には本会合ということになりますので、まあ、できるだけですねあの、まあ、今、あのオリエンテーションを受けられている方というのはおそらくはまあ予備試験の来年向けてかなり、まあ、申し込まれている方もいらっしゃると思いますしあとはまあもう本格的に学習する意欲の高い方というのが前提だと思うのでもうできるだけ早く動いちゃった方がいいですからねそのもう先取りがあるということは極端な話、まあ、民法、刑法を、まあ、あとはライブの先取りクラスであれば 3月13 3日行政法っていう形でであればですねまあ3科目物理的に好きなのかいつまんで見ることができるという状態になっているわけだからそこはうまく使ってくださいもう7科目をねぐっと詰めるわけだけど別に4月まで待つ必要はありませんからできるだけ早くやっといてでそれであの本番というのかなあの本開口してからが楽になるようにまあできるだけストックをついていくということは有益だと思いますので,あので受けるにあたってもねあのだから全体像をつかんでおくと本当楽だから。 その民,民法だったら民法の9回目ぐらいまでですで刑法だったら刑法の7回目、8回目ぐらいちょうど科目の中盤ぐらいまで見ておくとあこれってこういうもんだなみたいなのがだんだんあのなんとなくながら分かってくるのでぜひあのその辺りもこの早い段階で作っていただければというふうに思っておりますではですね、えー、と私からはちょっとあのずっとくちゃべって申し訳ないですけど私からは以上とさせていただいてでここからちょっと事務局の方からです、ね、事務連絡等の方、ね、ちょっとお話しさせていただきますので1回ここでじゃあ変わります。